今回はロスは4周年につながる最新生放送情報を紹介していくぜ。ほんと4周年までもうすぐですね。4周年に乗り遅れないためにも今回の新情報の方よろしくお願いしますよ。それでは早速授業開始だぜ。それではまずはじめに紹介するのは、MV プロジェクト情報だ。まずはじめに MV プロジェクトに新たな曲が追加されるぜ。最近レリックの周りが早いから新たな曲とレリックキャラ出すんじゃないの？当たり、その通りなんだ。そして新たな曲を担当するキャラクターは、表情豊かなポーカーフェイス、旗の心だぜ。おお、ということはレリックで心が追加されるのか。それは楽しみすぎてやばい。心の曲は暴質のエモーション。東方プロジェクト原作のラスボス戦では珍しい、静かでシリアスな曲調が特徴の曲だ。この曲は、1ループが4分以上と非常に長いので歌の方もおそらく最長になる可能性があるかもしれませんね。また霊夢さんが言ったようにこれで心もレリックとして登場するので、楽しみに待っておこう。にしてもよくマイル80の世界の話を長々と続けられますよ。L80 結局全員生存してる説。そして、メインストーリーが追加されたぜ。メインストーリーは第4章3編エクストラ6。出たー。定番の水着キャラ量産化ステージ。ちゅうことはまた新たなる水着キャラが登場するんじゃないの？ゴーカーク、OKOK。それヘカーティアの審査後セリフやろ。そう、新たな水着エピックキャラが登場することになったぜ。新キャラについては話が長くなるので、ラストに紹介するから楽しみにしててね。こちらのステージは3月の29日に始まっているので、ぜひ新たなメインストーリーを楽しんでみよう。そしてなんと、今回はまた新たな期間限定ログインイベントが登場。その名前は降臨堂スロットログインボーナス。ログインボーナス？いつものガチャの降臨堂ルーレットと違うの？そう、今回はキャラクターではなくて貴重なアイテムなどがゲットできるスロットとなっているぜ。こちらは名前の通り、ログインをすることで行われるシステム。ログインすればスロットが行われてアイテムがもらえれるんだ。なるほど、でも特装に見えてそのアイテムが香木とか食べ物とかなんじゃないの？しかし、なんとそのアイテムはどれも超絶貴重なものばかり。生放送で言われたのは、片白や仲間確定祝詞、無名の転生鏡、運命鏡、再戦、そして決勝がラインナップだそうだ。いや、再戦以外全部大当たりやないか。再戦さんの立場やろ。片白は限界突破に使えるし、仲間確定祝詞は最近強力なキャラがラインナップされている上に、運命値を爆上げできるという超重要アイテム。無名の転生鏡は誰に対しても使える転生アイテムで、運命鏡は運命値を上げれる神アイテムだ。あと再戦と、こんなラインナップが毎日引けるってヤバすぎやろ。しかも3月30日から4月29日まで開催とのこと。ロスは3ありすぎでしょ。さらに決勝に関してはうまくいけば777個もゲットできるんだ。ええー、約150連分もらえれるってマジ？本当に大丈夫なのかと疑うレベルだよな。これで当たれば、4月30日頃にある4周年記念ガチャに使えれるからいいよね。あ、私は買っちゃった。やっぱりスロットってことはちゃんと揃えないと手に入らないみたいなシステムなんじゃない？それがなんと、こちら揃わなくとも3つ全てのレーンのアイテムが獲得できる。ぶっ壊れスロットやん。そんなもん全然連日で仲間確定祝詞がもらえれるレベルじゃん。まさかの1個ではなくて、3つ全てもらえれるとかいう意味不明なほどに太っ腹なんだ。なので必ずこの期間中にこのスロットを引こう。ん？でもあれでしょう？降臨堂ルーレットみたいに10回までとか回数あるんじゃない？それが生放送時点での言い方は、4周年まで毎日引けるという言い方をしていたのでガチで毎日引けるっぽい。ちょっと。ロスは三脚にサービス終了狙ってる？それどんな状況だよ。そして非常にありがたい回収項目があるんだ。ほほう、レリックかなこ様の強さ8888まで上げるとか？そうではない。なんとあのジミーに嫌だったお使いの報酬回収シーンをショートカットできるようになったんだ。うわぁ、それはめちゃくちゃありがたい。ちゃんと言うと、一括で全てのお使いの報酬を獲得できるようになったんだぜ。お使いの報酬回収シーン結構待つの面倒だったのでこれはありがてぇ。そして皆さんがずっと思っていたあの超めんどくさかった昇格のアイテム項目入れ、なんとこちらも一括で済ませれるようになったんだ。わっほい、これはデカすぎる。昇格は6個分全てポチポチしないといけないし、それを何度も繰り返すから非常に面倒くさいシステムだったからありがたいですよ。逆にもう少し早くにやって欲しかったところではあるけどね。とはいえ本当にこちらもありがたい改善だぜ。そして各種お得なキャンペーンが開催されるんだ。あの仲間経験値強化探索が今回も開催されるぜ。やはり初心者さんも増えてきているからか開催頻度が高いね。まずこちらの探索の仕様なんだが、こちらの探索は誰でも簡単にレベル100にできる経験値獲得探索だぜ。デイリー探索にある仲間経験値強化探索から受けられることができて、7日間で最大で仲間6人のレベルを100にできる経験値を獲得できちゃうんだ。ちなみに挑戦は1日3回まで。またこちらは一旦レベルが1になる少女転生キャラにも有効だから期間中毎日挑戦して、たくさんの仲間を強化しておきましょう。ちなみに開始日時は2024年3月29日メンテナンス後から終了日時は2024年4月15日までとなっているぜ。ただいちいち回すのが面倒くさいし、7日間もやるのは効率悪いし、
素材も手に入るような効率のいい方法がないの？とお悩みの方もいるでしょう。レベルアップと素材を一気に獲得できる方法をこちらで紹介しているから後で見に行ってみてね。4周年でイベントがたくさんあるだろうし、今のうちにたくさん強化しておきましょう。また4月のイベントにてあの超名イベントが帰ってくるぜ。その名前はサンズの川に伝説の模型レムベンベを見ただ。来た、この時がやっと来たか。このイベントを聞いてピンと来た方は素晴らしい。そう、ネイリン、サンリョ、ウルミのあの超絶セクシー衣装を獲得ができるイベントなんだ。特に茨城河川に並ぶ東方界屈指のお色気担当キャラの牛崎ウルミの衣装は要チェックだ。際どい衣装ランキングを作るならばダントツでウルミの衣装でしょう。そんな神衣装を獲得できるイベントなので見逃さないように。特にこの3人に日頃お世話になっている方は感謝の意味も込めて交換しよう。いやーほんと毎日お世話になって。イベント自体もこの3人に加えてロスは海屈指のタワワのミヨイちゃんを出してみたり、他のバニーキャラが勢揃いだったりと超名イベントなのでストーリーも楽しむといいぜ。そして今月の新キャラクターとして登場したのは水着よりがみシオンだぜ。おお、水着シオン可愛いじゃん。今回の水着はビキニではなくスーツタイプだな。普通に考えてビキニの方が安いだろうからどこからか拝借したと見た。今回は釣りをコンセプトにしたデザインで可愛らしいよね。おそらくシオン天使というカップリングを作るために今回出したんだろう。なるほど、そういうことか。それで性能の方はどんな感じ？彼女の式は支援式なのでサポートが得意な性能をするはずだぜ。紹介を見ると、能力で結界以上燃焼を攻撃力に、凍結毒霧を霊力に変換することが可能。相手の陰気を下げる燃焼付与できるということは、陰光よりの性能ならめちゃくちゃ優秀じゃん。もちろん、エピックなのでちゃんとそこは陰光撃が得意なキャラクターなようだ。紹介を見ると、味方全体の陰光を上げることにも特化、とあるので、結界ブレイク用の結界以上と相性がいい。おお、デバフ要因としても有能そうだ。ああ、紹介でも結界以上燃焼を多数付与し、ブレイクできるらしく、ラストワードで相手全体に結界以上燃焼を3枚付与するという性能だ。デバフとバフどちらも行えれるのは有能そうですね。ちなみにラスワの演出はニトリにしか見えない。あと禁止解除もあれば完璧だけど、この紹介で書いてないということはおそらくついてない可能性が高いな。ちなみに能力で凍結を霊力に変換できるので、水着キャラと相性がいいぜ。燃焼ブレイクができて、陰攻撃を伸ばすのが得意なら天使が嫁ではなくてレミリアが嫁枠になるね。そして特有のスキルとしては味方全体のスキルにおける再使用ターン数を短縮できる支援式。今年は再使用ターン数を遅らせる敵が出てきているから貴重ですね。と言ってもめちゃくちゃ強いスキルではないんだけどな。組み合わせや敵によっては無意味なスキルだからな。と入っても支援式としてはかなり有能だと思われる性能なので楽しみに待っておこう。それにしても妹のジョーンがまたも不遇を受けているよな。レリックで姉だけ出さして、エピックでも姉だけ出すのはさすがに少しかわいそうじゃない？それは4周年を飾らすためだからだよきっと。いや絶対ないやろ。それにしてもエピックがあまりにも量産化してるからジェニックが最上位のガチャランクに感じてくるわ。ほんと全然出さなさすぎだよね。まあさすがに4周年はジェニックの盛り合い一家になるでしょう。今回も水着エピックが出たということで、ほぼ確定的に4周年はジェニックキャラクターだろう。それか水着よりがみジョーン。いやそれはない。そして正直こちらの方が今月の超目玉だと思われるんだが、レリックコネージ小石がもうすぐ登場。おお、ついにレリック小石が来たか。東方ロスワの小石はめちゃくちゃ優遇されているから非常に楽しみなキャラだよな。小石のスペルカードは基本的に木属性なのでまた木属性が壊れそうですね。ただレリックは誰かのスペルカードをオマージュしたものが多いのでわからないぜ。カップリングとして人気があるレリック心の登場が決まったから、心の技とか、マリサの技とか来る可能性があるね。そしてラストワードは姉との共同技と、そうなればラスワは木属性になるかもしれないな。また河川みたく新スキルも獲得しての登場もかなり考えられるぜ。確かに小石ならありえそうだ。またコメージ姉妹は毒属性を扱いがちなので、多分今回も陽光の毒属性ブレイクというパターンになるだろう。毒属性は要防御力を下げる効果があるからそれなら最強ですよ。そうか、エピック水着小石と合わせて帯電持ちの可能性もあるぜ。もし小石が好きな方はこの辺を育てておくといいだろう。と言っても4周年を控えているので結晶の使いすぎには注意だぜ。最後に今回の生放送にて岸田教団&ザ明星ロケッツのいちごさんがゲストで来てくれたんだが、番組中に発表したいちごさんのサイン入り色紙が応募できるんだ。某東方プロジェクト二次創作ボーカルを代表する明星ロケッツのボーカル担当いちごさんのサインがもらえれるチャンスとか最高すぎやん。明星ロケットとかサパーソニックスピードスターが有名で、ダンカブで知った人も多いでしょう。東方だけではなくて、なんと東方が大きく影響を受けた日本のジャンプ漫画を代表するジョジョの奇妙な冒険のストーンオーシャンのアニメオープニングテーマストーンオーシャンの担当もしているんだ。レミリアが運命を操った説。そんな有名人のサイン色紙がもらえれるチャンスなので応募をやっておこう。今回も新要素を入れたりと楽しませようとする心意気が感じられましたよ。なので私たちプレイヤーはとことんゲームを楽しもうぜ。視聴者さんは4周年誰が来ると思うかコメントで教えてくださいね。また東方100円グッズなんかも紹介しているので見に行ってみてね。ここまでご視聴ありがとうございました。